3785ご視聴の諸君、バッドモーニング宇佐美ベロリナでございます。本日もやってまいりました、悪魔実践狙いでございます。この企画はですね、俺様が何枚最終的に出玉を残すことができるか、お客様に予想をしていただいて、で当たった、予想が当たったお客様にプレゼントをお渡しできるチャンスという企画になっております。というわけで、本日は東京都王子にございます聚楽王子店さんにて実践を行うんですが、コードギアス16台とかめちゃくちゃ置いてあるので、ギアス打てたらいいなと思ってたんですが、302番、まあ、抽選がものすごい並びでございまして、もう入った時にはギアスももう全埋まり、むしろ3階はオキスロ以外は吉宗3以外全埋まりっていう状況だったので、まず吉宗でスタートしたいと思います。まあラッキーだったら吉宗3で完走しちゃったりもありえるかもしれないんで、まずは打ってどうなるか頑張ってみたいと思います。それでは悪魔実践狙いスタート。それでは吉宗3打っていきます。吉宗は導入されたぐらいには結構収録でも打ってたんですけど、あ、多分設定変更リセットはされてるかな。めちゃくちゃ久しぶりすぎてちょっと忘れてますね。65で次で66ゲーム、何もなし。いやー、でもしかし夏の並びは本当に体に応えるな。マスクしてるし汗拭けないし、汗拭くと俺魔力が落ちちゃうからさ。お、テレビか。お、1000ポイント貯まりましたね。104ゲームここで当てちゃえよ。それをビーマだ、いっけー。まあダメだね。結構ポイントの貯まるペースは早い気がするけどな。燃えちゃった。400超えたらもう600超えて15台の夜ワンチャン狙いたいよね。いや足りるかな、閉店まで。お金すいません。今カンペいただいたんですけど、タッチが ATM になりますと。最近本当にね勝てない。まあでもね、勝てないって言ってそう、ライターさんみたいにめちゃくちゃ立ち回ったりしてるわけじゃないんで、まあ、こういう実践しててね勝てないっていうのは当たり前なんですけど、ただ俺は魔力があるからもういい加減うるせえよって思ったでしょ。最近本当に魔力感じてないな、正直。66ゲームでペカらせるとかさ、666ゲーム超えたら急に当たりが軽くなったとかね。166ゲームこっからだよ勝負は。始まりました、今週もおはてんサンデーの時間でございます。本日コメンテーター宇佐美ベロリナが当たりをお届けしたいと思います。投手の方が18本、最初はねいい感じでポイントが溜まったと思ったんですけどもね、なかなか現実はそうも甘くはないものでございました。ギリギリ足りないさそうか。
ここで発展です。メダル15枚ありがとうございます。おはようございます。当たりました。さあどっちなんでしょうか。いきます。うさみペロリナ15台の夜狙わせてください。うわーよかった。とりあえずピック確定です。あとは取り返すだけ。まあ1000枚目指そう。いくぞー。G でいこうかな。頼むぞー。あーということになるで頼む。お願い。5体の夜取れなかった。 G ビールでいきたいと思います。頑張るぞ。いや全然なんかおつまみしか来ねえじゃねえか。ここはかわせ。よしよしよし、うまい。うわあ、やっとタイと焼き鳥が出てきたよ。お松だ。よし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 。黒ビール、よーし。あーこっからタイ焼き鳥タイです。いやー1個食べれた。でかい。やっと1個食べた。あーうまい。かわすのはうまいけど、うわー、おお後期うまいうまい、いい感じだ。チャンス目。よし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 。おまだ1回も酔っ払ってないよ。あとライフは2つ。よし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 。200万でいきたい。よしよし。てかメダルこんなに、これメダル削りますっけ。19本目。やばい、やってもうた。やってもうたよ。もうよし、やっと食べた。頼む、ここは超えてほしい。ここ超えたらウコンがある。よし、頼む頼む頼む。やっちまった。よしよしよし。あ、シムのラーメンある。あーお願い頑張れ。締めのラーメンまで耐えてくれー。よし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 。俺初めて締めのラーメン、すげえ。頼む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 。ドキドキした。じゃあラスト370枚スタートで消化していきます。
あとは1G 連目指すと上乗せもなかったってことで、最初のボーナスで、400枚ぐらい吉宗で行こう。いいやつでしたっけ、どっちなんだよ。よしよし、ラストラスト、まだやらせてくれー。うわー、200枚、なんでこれで600枚ぐらいか。最後に400枚ぐらい取れれば、トントンに持っていける。ラスト、もう一回吉宗でいきます。さあ何が出る。15点の夜、あーそうだよね、まあそうだよね。リプレイリプレイリプレイ、今回の振る舞いは、だよねー。うわー、激勝負でした。ラスト、終わったー。あー、776枚絆もいっぱい、ギアス、あ、やっぱ開いてないよね。すごいカード、朝開いてたガメラも気づいたらすごい埋まってる。ただな、ちょっとガメラは俺まだ打ったことがないから。ヘロリナさん大好きな正宗が1台開いてますけど、天井で当たって800枚出た感じか。まあ、マサムネは高設定でもハマりますからね。というわけで午後からはこちらマサムネ3を打っていきたいと思います。持ちメダルは600枚。まあとにかく600枚の持ちメダルあるうちにいかに ATA につなげられるかってことが勝負になってきています。なんだかんだ俺6号機で一番好きかもしれん。 6.1 号機で正宗が、わかる、めちゃくちゃ重いし、2、300枚で終わることもあるんだけど、なんかやっぱ燃える。この人ね、お、強襲、あんまり見ないやつだよこれ。チャンスは行くんじゃないの。よしよしよし、あー行った、チャンスゾーン行きましたけど、こちらと行くんだっけ。スイカが設定数あるんだっけ。スイカで行くチャンスね。来たよ、レアヤクスイカー、あー、レアヤク
く聞いたけど他が全然ダメでしたわ。あー270。あー固定しやめじゃ。ほらあかんですわ。早い、楽しいの必殺。当たった。やったー、キャンスゾーンから当たっちゃった。絶対無理だと思ってた。何の熱いのもなかった。74ゲーム持ちメダル500枚。うわ、これで AT 入ったらバチクソ熱い。いやーまたここで当てちゃいたい。いったれー、一撃できます。せーの、うわー、まあまあ60%、70%で外してショック受けるよりも 50% でショック受けた方がいいって、なんでネガティブやねん。またベーだったら非常にやばい。あ、いや一番寒いかもしれない、サスケが。何の熱そうな差もなかったですが、やけどしないうちに帰ることをおすすめするよ。真田の忍び相手になろう。ダメそう。いけー、真田の忍び、我が忍術とくとく。うわー、おえー、あ、黄色黄色赤ならワンチャンあるよ。耐えられるかな。真ん中、お、これは真ん中なら行ったでしょ。追加か。いや、真ん中なら超えたでしょ。よし。よー。いやいやいや、復活復活復活だよ。時計は近い。隣の台累計1600ゲーム回してボーナス7回当たってるね。この台は1177ゲームで2回。すげえ、一番左の台めちゃめちゃ AT 出てるな。え、今日4000枚出てるじゃん。一番左の台1000枚出せば。やったー、すげえ、俺こんな当たり方初めてかもしんない。ラッキーすぎでしょう。登場こそがか、嘘の花 よ。いや、ここでなんだかちょっとよくわからない台だな。一撃できます。60%、頼ます。うわ、来た来た。うー、全部突破できただろう。この邪魔はさせん。さて
誰来る？楽しくなってきたぜ。おう、もう突破できたら熱い。悪いが、ここを通すわけにはいかねえ。歴戦の武将に余は勝てぬ。弱気。おい、弱気な発言すな。爪が甘いぜ。うわ、しませてくれよ。なに、なに。チェリー引いてんですけど。よし。よし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 。お。この攻撃は次の恩恵に。次の戦の気になる？ここ突破すればよ。けいけ。ほんまにめがけて侵入じゃ。伊達と戦うことは避けたい。おそすけ。おおつ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 。これでサスケ来ても多分熱いし、サイゾウでも熱いでしょう。お、ラスト。さあ誰？おお、サイゾウか。どうだ。お、どう？これ赤い？先行。雪村様の覚悟か。覚悟しや、正宗。させるんだったら、え、マジで外れてるんだったら攻撃期待させないでほしい。マジ。あ、いや言っただろこれ。うわあ。やっぱおもろいわ。よし、こっからあとは出すだけじゃー。ああ、まあ問題はこっから 2,300 枚で終わらないように頑張りましょう。よし、まだまだ大丈夫。え？初めて見たこれ。こんなのあるんだ。え、三日月、三日月。あ、やべ、もう来ちゃった。よしよしよし。小次郎取った？でもさ、取ったってことだよね、これ。取ったってことじゃないの？いきなり五十郎取ったよ。爆の瀬の大チャンスだよ、五十郎で。よし、ここからです。十郎助
けたち。ゴー。うわやったやったって言った今やったっていうキャラもらったって言ったのかな。よーし、いや楽しいな。奇数しさすごい出るな。でした。うわもうちょっと惜しかったな。あ急に不安になってきた。ここ大事。2つ以上やばい。リプレイガベル。めちゃくちゃやばいめちゃくちゃやばい試練が来た。もう大体こうなったらやばいんだよ。でも今日の AD は結構三日月引いてる。おおでも 33% なんよ。ねえ聞いたよね。ねえ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 、なんでよ。うわあやばいやばい。知りたくない。まだ。うわあ。ダメダメ、もうダメなんこれ。うわあ。降りる止めたくない。わかんないよちょっと待って、もう1時間ぐらい考えていいっすか。1、2、3でいくわ。ベルが揃ったらいいんだっけ。はい、女戦です。2個か。あーないけど、まあまあリプレイで 100%。 あ、OKOK、 もう取ったね。追撃なし。うわー、なんで三日月引いたじゃん。また頑張って。うわー、またこれだよ。また三日月にやられたよ。消えてたっけ最初から。
今消えたね。これ引き戻したよね。おい、まだ終わらんぞ。まだ終わらない。まあこれで500枚突破。うわ、スイカか。なんもないか。うお、ちょっとなんかちょうだいよ。2個も聞いた。うぅ、あ、メゴ姫。おお、桜の季節じゃね。やったー、メゴ姫来た。やりました。いや、ありがてありがて、メゴ姫ちゃん。うわ、メゴ姫めっちゃ巨乳じゃん。よいしょー。あ、メゴ姫消えた。やばい、あと1回勝ったらまた炎上戦だから、次は絶対勝ちたいところなんですけど。さあ来ました、炎上戦。赤7出てこい、今度こそ。出ない、出ないし弱いやばい、赤7全然出ないじゃん。しかも33%ってやばいから、行くぞ。お、リプレイ。聞こえたよ、パネル消えて。あー、耐えた。2個か。あー、50枚なんだな。あー、もう1個あった。あ、どっちも取ってた、やった200枚ゲットってことは、お、追撃もください、ください、ください。あー、おー、789、お、1000枚ぐらいいったよ。トントンぐらいまでは。ラストアオラナです、今あるストックの。うわー、ダメ？あ、あ、よかった。レア役で乗り越えた。危ねえ。おお、悪魔が来た。めっちゃ久しぶりなんだけど。釣れないぞ。さあ、これ、俺が踊ってみた、初めて踊ったダンスがこちらのパナダンスです。ヘロリナちゃんヘルでパナダンスを踊ってみた動画あるんで、よかったら見てみてください。久しぶりにこれ見た。お、後期。やったー、でかーい、50枚。マジでサナダンス踊ってみた動画ね、いっぱい見てほしい。あの動画マジ赤字なんで。
タジオ借りるないと、あとカメラマンさんもお願いして、衣装がめっちゃ高かったんだよね。なんか先輩とば赤いちょっと和服テイストの服着たんですけど、全部でね7万円ぐらいしたんですよ。まあでも残すものだから妥協したくないと思って。まだ終わりたくない。213がめちゃくちゃある。213か312、左って来てる。左って来てたら左でしょう。わここで魔力が、これがあるからね。まだこれがあるから。あー、わからな、ミスった。右だったから、今度は右。いやー、ちょっとすごい汚くなっちゃってごめんなさい。耐えた。いや、まさかね、政宗でこんな頑張れると思わなかったよ。本当にいい移動したわ。お、斜め。あー、違うんかーい。右、左だ。あー、違う。右だ、今。もう一回チャンスください。もう一回だけ。お。おどー。うまっ、また魔力ゴッドだ。角が今日冴えてるぜ。もうわかんない。あー、うわー、終わっちゃった。2個か。おー、あるよ、ベルデアかなな。あー、まあ、ベル引けばどっちかは当たるってことだね。アカナナがいいな。スイカか。あ、当たりました。青7だよね。あー、まあ惜しかったけど。あー、でも赤7が良かったよ。50枚。まだ追撃一回もしてない今日。あ、初めて行った。よしよし、1500枚は突破できる大チャンス。1個は必ず保証あんのかな。 OK。 こっからだ、こっから。30か。あー、やばい。あぶねー。おー、まだ安心。200枚行こう、200枚。おー、200枚突破。この戦でかい。攻めこそ来てる。
くじゃん。え、まあ、これ勝ち確ってこと。おお、でかい。こんなに続いたの初めて。追撃で、あ、終わった。いやー、結構頑張ったね。うまくない？もう黒でしょう。ひげよし。おー、ついに来た。さあ、ここで。第三天使ね、行くぞ。一番いいやつで頼む。あ、こっちか。あ、もっとダメ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 。あ、いるいるいる、そうだ。あ、当たらない以上、こっち。あ、ちょぼーい。なんだ、楽しみにしてたのにな。もうちょっと本気やってもよくない？よし、審判攻めてよ。300枚くらいにさせてくださいよ。コツコツ貯めたんですよ、あの狂坦。マジか、ちょっとがっかり、ちょっとがっかりよ。そんなもんかな。せめて赤ナナがよかったな。終わったし、死の三日月 33% がね、なければ完走できますよ。もしくはここで小十郎かメゴ姫降臨。結構レア役引いてるよね。あ、変なとこした。スイカかな、ごめんなさい。あれ、有力感残り96ゲームって書いてある。おお。完走してたあ、さっきのレア役でかな。やったー。いやー、まさむね、お疲れ様。あんた分かったよ。さあ、まもなく2400枚となります。今日はいろいろ頑張ったと思う。行きました。ありがとうございます。では結果発表に行きたいと思います。実戦終了。ありがとうございました。いやー、今日は本当に魔力炸裂できたんじゃないでしょうか。今回予想カード当たった方、1万以上予想したいいカードの方、おめでとうございます。やっちゃいましたね。2回目の感想です。俺、まさむね、6号機でまあまあ打ってる方なんですけど、感想したの、勝ちガムの収録だけです。なんで、マジこの収録が本当に相性いい説ありますね。ということで、あくまで会いましょう。今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。